大腸がんリスクの上昇と関連していた食べ物は何だったのか。それは大腸がんのリスクがなんと 29%、 約3割も高いことが分かってしまったんです。ようこそ体の小部、あなたの家庭の専属管理栄養士丸尾です。さあ今回は大腸がんのリスクを3割も上げてしまう食べ物というテーマでお話ししていきたいと思います。大腸がんというとね、日本では男女ともに罹患数では第2位というね、病気になります。そして女性では死亡数で第1位というですね、非常に多くの方がかかり、そして死亡リスクも高いというですね、恐ろしい病気なんですよね。決して誰しも人ごとではいられない、そんな病気になります。そして大腸がんは食事との関連が非常に強いということも分かっていまして、大腸がんの予防にいいものもあればリスクを上げてしまう食べ物もあるということなんです。そして今回新たな研究によって大腸がんのリスクを上げてしまう食べ物が判明したということなんですね。それも3割もリスクを上げてしまうというから驚きです。さあその食べ物が一体何なのか、そしてなぜ体に良くないのか、それをね一緒に見ていきたいと思います。さあそれでは今回ご紹介する研究なんですが、こちらは2022年今年の8月にアメリカのタフツ大学というところが発表した論文になります。でこの研究ではですね、3つの前向きコホートの記録から大腸がんと食事のリスクですねを調査していまして、男性 46,341 人、女性 159,907 人でですね、合計すると20万人を超える膨大なデータが元になっています。そして追跡期間も24年から28年というですね、大規模かつ長期にわたる研究の結果が今回ご紹介する内容になってきます。さあそれではその研究の結果、大腸がんリスクの上昇と関連していた食べ物は何だったのか。それは超加工食品です。はい、これはねもう部員の方であれば、あー出たかっていうねことだと思うんですけど、超加工食品というのは加工度の高い食べ物なんですね。例えばジャガイモってね、素材があった時にこれを切って味付けして揚げたらフライドポテトになりますよね。このように加工度が上がったもの、これを超加工食品というふうに言うんでした。では一体ね、具体的にどんな食品が含まれていたかと言いますと、こちらに挙げたようなものになります。炭酸飲料、ソーセージ、ビスケット、キャンディ、インスタントスープまたは麺、甘かったりしょっぱかったりするスナック菓子、砂糖が入った牛乳とかね、乳飲料、フルーツ飲料、こういったものが超加工食品に分類されるんですね。まあ、この特徴を見てみますと、まず砂糖が多い、あと油も多いと。で、でんぷん質が精製されている、精製の小麦とかね使われてますよね。で一方食物繊維とか必要な栄養素は乏しいんですよ。だから取りすぎに気をつけないといけないものがいっぱい入ってて、取りたいものが少ないっていう、栄養学的に見るともう最悪の食べ物なんですね。まあそういう特徴を持った超加工食品ですから、現代人がね抱えているいろんな病気だったり問題っていうのはこの超加工食品を食べ過ぎているからなんじゃないのということが最近界隈でよく言われていることなんです。で案の定ですね、今回はこの超加工食品と大腸がんの関係が見えてきたよということになるんですね。さあそれではその具体的な結果見ていきたいと思います。超加工食品の摂取量をですね、その摂取の多さに応じて5つのグループに分けました。まあ一番少ないグループから一番多いグループまで5分類に分けてみたんですね。でそうしたところ一番摂取量が多かったグループっていうのは、一番少なかったグループに比べて大腸がんのリスクがなんと 29%、 約3割も高いことが分かってしまったんです。いや3割増ってね、ものすごいリスクですよこれは。まあそれぐらいね、超加工食品が大腸がんと関連しているってことが明らかになったわけなんですけど、じゃあね一体なぜ超加工食品が大腸がんリスクを増大させてしまったんでしょうか。これはいくつか可能性が論文の中でも考察されていたんですけども、まず一つはね、先ほどお話ししたように栄養学的な特徴ですね。取りすぎてはいけないものがたくさん入っている、で必要な栄養素は少ないという、こういった栄養学的な側面がまず一つで、次に言われていたことが添加物なんですね。そう、加工食品っていうのはとにかくね添加物が入り込みやすい。でその中でも特にね、リスクに関係していると言われているものが乳化剤、
あと人工甘味料、この2つなんですね。これね、このチャンネルでもよく扱っている添加物になりますが、乳化剤と人工甘味料っていうのは腸内環境をね、悪化させるっていうリスクが考えられてるんですよね。で、腸内細菌層を攪乱させて体を炎症体質にしてしまう、これがね、癌につながっているんじゃないかっていうふうに考えられてるんです。あともう一つね、これも論文の中に書かれていたことが、食品包装、この食品のパッケージとかね、袋とかね、それが関係してるんじゃないのってことも言われてたんですよ。いわゆるプラスチックね、 BPA ですね。これはね、少し前にこのチャンネルでも扱ってすごいね、反響をいただいたんですけども、いやーもうほんとね、この身の回りのプラスチック BPA ね、これがね、いかに怖いのか、もうこういう論文の中で議論されているっていうね、やっぱこの事実をもっともっとね、私たち日本人も知っていかないといけないなって思いますね。あとですね、これもぜひお伝えしておきたいんですけど、今回のね、この結果、超加工食品を取ることで大腸がんリスクが増大したっていうのは、実はね、男性に限られていたんですよ。女性では相関が見られなかったっていうね、この男女の差が大きいっていうのもすごい興味深い点なんですよね。で、じゃあなんでね、女性では関連が見られなかったっていう、これもいくつか考察されていたんですが、一つはね、女性ホルモンの関係があるんじゃないかってことなんですね。実は女性ホルモンには大腸がんを抑制している、予防しているね、そんな働きがあるんじゃないかってことが考えられているんです。ですので、男性に比べて女性の方が影響が少なかったんじゃないかってことなんですよね。まあでもね、女性も閉経後は女性ホルモンの量減りますから、もしかしたらね、閉経後の女性に関してはリスクが上がるってことも考えられるんじゃないかなと思いましたね。それではここで少し告知をご覧ください。管理栄養士マロの公式 LINE が配信中です。登録して10秒で答えられる診断を受けますと、あなたのお悩みに合ったマガジンが配信されます。マガジン配信後は添加物ガイドブックやビタミンミネラル図鑑など合計10個の特典がありますので、興味のある方は概要欄からぜひ友達追加してみてください。はい、ということでね、今回超加工食品のお話しましたけども、このね、超加工食品の難しいところっていうのは、美味しいんですよね。まあそりゃそうなんですよ。砂糖も油も使ってたら、そりゃ口当たりもいいし、美味しくやみつきになっちゃうんですけど、このね、魅力に抗うのってほんと大変なんですよ。でもそこはね、今回お伝えしたような知識をね、こうまた復習して見ていただくことで節制につながっていくっていうね、やっぱりそういった意味では知識武器になると思いますので、ぜひ今後もね、このチャンネル見ていただけたら嬉しいです。それでは最後にこちらのコーナー参りましょう。コメント紹介のコーナー。以前アップしましたお茶のティーバッグに関する動画、たくさんコメントをいただいております。まずは一番いいねを集めた部員の方がこちら、コバヤン363、55いいね獲得おめでとうございます。これ一日中不織布マスクつけるのも同じことが言えるんじゃないでしょうか。確かにね、マスク不織布ありますよね。あれずっとこうつけてらっしゃる方もいらっしゃいますけども、確かにそこからのマイクロプラスチック侵入、心配かなと僕も思いました。まだまだね、マスクが外せないような雰囲気が漂ってますので、せめて、天然の素材ね、のものに変えていただくとかする方がいいんじゃないかなと個人的には思います。そして僕が一番気になったコメントがこちらの方です。表情筋を鍛えるラジオさん、面白い名前ですね。おめでとうございます。ティーバッグのお姉さんを毎日見続けた方が健康になれそう。もう笑って読めないんですけど、いや男としてはこのコメントを取り上げないわけにはいかないなということで取り上げたんですけど、これね、僕も一応あれってなったんですよ。ティーバッグ、ティーパック、ティーバッグみたいな。これ正しくはお茶に使われるのはティーバッグですね。バッグらしいです。で、下着はティーバッグね、バッグですね。まあ後ろから見たら T 字に見えるから T バッグなんでしょうね、多分。これ間違えるとね、海外で赤っ端で書くかもしれませんので、ぜひ覚えておいてください。ということで今回以上です。いつもご視聴ありがとうございます。動画少しでも参考になったという方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、ごきげんよう。